皆さんこんにちは、江川文庫の橋本と言います。本日は韮山反射炉と江川秀達という演題で話をさせていただきます。はじめにちょっとだけ江川文庫の紹介をさせていただこうと思います。江川文庫っていうのは、文庫というふうに名前がついていると皆さん、図書館のような施設だと思われる方が多いんですけれども、実はそうではなくて江川邸の文化財そのものを管理している団体ということで、本日ここで撮影をしている場所も江川文庫の一部ということになります。そんなところで江川文庫の資料を使いながら今日は韮山反射炉と江川秀達という内容でお話をさせていただきます。短い時間ですけれどもどうぞよろしくお願いします。はい、それでは、お話をさせていただきます。はじめにそうは言いつつ江川秀達の紹介をさせていただくんですけれども、今日、内容としては、富士山の世界遺産と合わせてということもあるようですので、ちょっと秀達が富士山とどんなふうに関わったのかっていう話をさせていただき、それから、秀達公、秀達公って言ったり秀達って言ったり、号を丹南と言ったので丹南とか丹南公とかいろいろ言ってしまうと思いますが、その辺はご容赦いただきたいと思います。そして、韮山、ここでですね、韮山塾というのを開きましたので、その韮山塾をきっかけに反射炉が作り始められるということもありますので、韮山塾の話、それからそのきっかけを作った、高島流砲術というのがあります。まあ、その話、それから、実は刀鍛冶の大家直胤という人がいるんですけれども、その人と鉄の共同研究をする、だんだん反射炉に近づいていくということで、まあ、反射炉の建造計画、そしてペリーの来航によってすぐに反射炉を作らなければならなくなったというようなお話で、最後実はここにちょっと書いてあるんですけれども、今年の3月8日がですね、実は韮山反射炉史跡指定の100年ということになるので、まあそれらも含めてこれからの展望も含めお話をさせていただこうと思っております。ということで、まあ、今日の流れ大体こんな感じでお話をさせていただきます。はい、それで江川秀達ということなんですが、これ皆さん、割とよくご存知の画像かと思うんですけれどね、まあ、こんなことを言うと現在のご当主に叱られてしまいますが、現在ご当主42代目なんですけれども、実はこの顔そっくりって言ってはいけませんかね、そういうお顔をされてます。まあ、代々血がつながっているわけですので、江川家現在42代ですが、この方は36代の韮山代官江川秀達ということになります。で、もともとこの方はですね、次男だったんですけれども、まあ、代官を、次男がですね25歳の若さで亡くなった、あ、次男ごめんなさい、長男がですね、秀虎と言いますが25歳の若さで亡くなりますので、その後代官にならざるを得なかったっていうことですが、この代官にならざるを得なかったその前にいろいろな蓄積があったということも含めて、こんな活躍ができたんではないかなというふうに思います。はい、で、今ですねちょっとこんな絵を出しました。この花の高い人、これが、秀達公ですね。で、絵を描いてるんですね。絵はですね、実は、谷文晁の門人ということでですね、たくさんの絵を描いています。で、その絵も時々紹介しながらちょっとお話をしたいんですが、はじめにですね、まあ、そんな感じで、秀達公が描いた絵をざっと紹介をしますと言いながらいきなり短冊が出てきました。実は秀達はですね、神道無念流というですね当時の剣術、免許皆伝なんですね。で、皆さんですね実は武人だというふうに思っている、そういう方が多いんですが、実は、恋の歌を読んでるんですよ。今まで皆さんこれ公開したことないんですが、初公開の、恋の歌、あと何本か短冊はあるんですけれども、まあ、恋の歌を読んでるのは今のところこれだけかなと思います。なんて書いてあるかっていうとですね、思わしと思えば愛し朝霧の
立ち添いにけり君が面影、なんかあんまり恋の歌らしく読めなかったですね。まあ、そういうふうに書いてありまして、これちょっとあれですかね、遠くにいる彼女を思ってるのか失恋を してしまったのか、まあ、ちょっとわからないんですが、ここにですね、あんまり書かないんですけど、ここに秀で立つというふうに書いてあるんですね。はい、で、まあ、ちょっとこんな紹介をさせていただきました。で、富士山の詩もたくさん読んでいます。でこれさっきの絵を描いている画像です。たくさんの植物画は特にたくさんありますが、こんな、昆虫の精密な絵とかですね、これちょっと大きくして見てもらうとですね、いっぱいこう中継をしてましてですね、で本当に観察力が優れているということなんですけれども、まあ、観察画をたくさん描いている。それから、ここのところですね、これから桜の季節になりますが、桜の絵が大好きなんですね。山桜の絵です。後でまた少し出します。魚も描いていますし、であ後でというこの桜ですね、これ実はですね、可愛い妹がお嫁に行くときに持たせた屏風なんですね。そこにこういう桜を描いてるんですね。とても素敵な絵だと思います。はい、でもう一回すみません、短冊に戻りますが、ここにですね、富士一方っていうふうに書いてありますね。で富士山を読んでいる歌です。歌ではないですね、これは詩です。詩と歌は違いますので詩ですね。それからここにも不養の峰っていうふうに書いてある、不養の峰というふうに出てきていまして、でこういうふうにしてですね、富士山を読んでいるんですが、ここにです、実はですね、岩本を出発して吉原に赴く途中に富士山を望むというふうに書いてあるんですね。ですので岩本というのは富士市ですね、吉原も富士市なんですが、まあ、こちらの方に行って富士山を望んでこの詩を読んだというふうに書いているんですけれども、実はですね、秀達公がですね、富士山をですねの絵をずっと描いたものがありまして、それをちょっと紹介をしたいと思います。これ、巻物になってるんですが、こんなふうにしてですね、駿河湾沿いをずっと歩いて富士山描いてるんですね。富士山高いので紙貼り付けてここに、こんな風にですね飛び出てるんですが、これちなみに重要文化財なんですけどね。でこう回っていくとですね、これが吉原あたりになるんですかね。ここにも飛び出てですね、富士山書いてありますね。そして最後にこの三保の方から見た富士山の絵ですね。これはここが三保ですね。三保湾になりますということで、そして、こんな富士山の絵も描いています。さてでこれはですね、有名な絵なんですけども、里はまだ夜更かし富士の朝日影ということで、実はこれの絵の説明をこれからしたいと思います。はい、というのはですね、秀達公の大観就任時の社会情勢ということをお話しさせてもらおうと思います。でここに書いてありますが、内憂外患にどう立ち向かったかという内容で、お話をさせていただきます。で内憂っていうのは何なのか、外憂っていうのは何、外患っていうのは何なのか、大体ですね、幕末の社会情勢勉強されている方々はご存知だと思いますが、一応ですねちょっとお話をさせていただきますと言いつつ、いきなりこんな絵が出てきました。この絵はですね、何でしょうか。これもですね、お米がこんなに実っているのに、これ運河でやられてしまったんですね。最近、伊豆の田畑地域では、また伊豆地域全体、他はどうだったんでしょうかね。こんな運河の被害が出てしまったんですね。これがですね、実は、天保の飢饉というのがありまして、その頃の田んぼの様子もこんなだったのかなというところで、ちょっと写真を入れさせてもらいました。ひどいでしょ、これ収穫も半分も取れてないですよね。こうなると当時の人たちはお米で生活をしてますから、収入もなくなるし食べるものもなくなるしという状況になるわけですね。
そういう状況の中で、何が起こったかということですが、これ秀達がですね、家来の斎藤薬郎を伴って山梨県甲州の鶴郡郡内というところにですね出かけていく時の様子です。でこの前にいるのは秀達、鼻が高いでしょやっぱり。で後ろにいるのが斎藤薬郎です。で斎藤薬郎はですね、これ今までですね説明でまたは、秀達公の子供である韮山代官、最後の韮山代官、そして韮山県知事になった秀武がですね、書いてるんですけれども、ここにですね刀を入れて刀売りに変装して、郡内地方に出かけていくというふうに、書いてあったんですね。で私たちずっとそれを信じたんですが、実はこれですね鉄砲が10丁入ってるということが分かったんですよ。重たいでしょうね、鉄砲10丁です。でなぜこんな鉄砲10丁を持って出かけていったかということなんですが、実はですね、天保7年にですね、郡内騒動というのが起こりまして、そしてこの郡内の郡内地方でですね、騒動というのはですね一揆ですね、そして、当時の、名主僧たちがですね、不正をやっていて、そして蓄財をしている、なのに年貢をたくさん取っているということでですね、大変な思いをして、一揆が起こるわけですね。でそれを、鎮める、または、近く、江川の支配地にこれが及ばないようにということで、視察に出かけていったわけですね。でそういう中で、それが無事収まりましたということで、ここにですね与那越江川大名寺という上り旗がその郡内に立ちます。夏刈村の宝鏡寺ってお寺があるんですけれども、2月の最初の馬の日、これを初馬というんですが、その初馬のお祭りの日にですね一本この与那越江川大名寺という上り旗が立ったということで、この江川の屋敷に届けられるんですね。でこういうのに対して江川はですね、じゃあ何をしたかということですが、実はですねこれ翌年の6月です。天保7年、大変な飢饉でした。そういう中で江川はですね、お金、ここに金20両というふうに、これちょっと難しい字ですね、ここに金20両って書いてあるんですが、この天保8年にですね、この富士郡正神川村、これは富士宮ですかね、ここが支配地でして、でここにですねお金を貸し付けます。大変ですからね、生活ができないのでお金を貸し渡すんですけれども、これをなんとですね7年間あここに7か年っていうふうに書いてありまして、もう一つ大事なのがですね、ここに無利息って書いてあるんですね。だから利息をつけないでお金を貸し出す。でこれで生活、だから7か年の間免除するので、その7か年1か年ずつ、貸してくれればいいよ、でも利息はいらないよっていうことで貸し付けをするんですね。でじゃあこのお金どうしたかっていうことになるわけですけれども、このお金はですね実は、江川の、ためにというか、名主やそれから実は任侠の人たちからですねお金を無理やり貸し出させるっていうか寄付金を募るんですね。でその人たちはですねこうやって仕事ができるのも江川さんのためですからって言ってお金を出すんですね。ということで、例えば、この郡内地方の近いところに境村っていうところがあるんですが、天野海蔵という人がいますね。この人がですねもう大量に、これ任侠の人なんですけどね、お金を出してくれるんですね。それから阿波の商人、これ徳島県なんですが、阿波の商人に鹿島屋という、荒野をやっている、店があるんですけれども、藍玉を売ってるんですね。その商人がですね、江川にお金を寄付するというようなことでですね、そういうお金を原資にしてこの貸し出しをするんですね。
まあ、それもですね、秀達がまたは江川家がずっと培ってきた、まあ、人脈とか、そういう、もの、または江川がやってきた、仕事によってそういうことが生まれたんじゃないかというふうに思ってるんですね。あ、ごめんなさい。で、今度外観の話をします。いきなりこれ世界地図なんですが、これが江川文庫にある世界地図です。こんなふうにですね、もう江川家ではまたは代官として世界の認識をしてるんですね。で、こういう中で、いきなり、こういうのを出しましたけれども、これ、林紫平という人が書いた開国兵団という本の一部です。実はこれが問題になって林紫平は処罰されるんですけれども、ここにですね、ちょっと、青い線を入れて分かりますかね。江戸の日本橋よりオランダ、まで境なしの水路なりというふうに書いてありますね。海は全部世界中つながってるんだということをこの開国史、兵団という本に書かれているわけですね。で、そういう中で、日本に、モリソン号という船がやってきます。モリソン号というのはですね、これアメリカ船なんですけれども、実はここの中にですね、日本の漂流民を乗せてやってきたんですね。皆さん漂流民というとジョン万次郎というのはよくご存知だと思うんですけれども、実はジョン万次郎より前にですね、漁船に乗って流されてアメリカに渡った人がいるんですね。実はこれ南伊豆のですね、コウラという人、コウラのおときしという人がですね、この船に乗って帰ってきたんですね。ところがですね、当時日本はですね、外国船打ち払い令、または無二年打ち払い令という法律を出していまして、その法律があるためにこれ、浦賀沖にやってきたんですけれども、いきなり大砲を撃ってですね、追い払ってしまう。で、実は当時の商船、これ商船なんですが、ここよく見てもらうとですね、これずっとこの四角い絵が描かれてますね。これ実はここに大砲が入ってるんですよ。で、商船もみんなね、当時は大砲もつけてるんですね、装備してるんですね。ただ大砲って言ってもですね、これパカッと窓が開いてですね、そしてここを撃つんですけれども、商船ですから実際の大砲を持ってるのはそんなにないんですね。木砲というかね、木のレプリカを入れてる場合が多いんですけどね。まあ、これはどんなのかちょっとわからないんですが、このモリソン号がですね、日本にやってきて、で、追い払われてしまう。で、急遽ですね、しょうがないので、この人たちは、長崎が唯一の外交の窓口になっているので、長崎に行って音吉を下ろします。で、音吉はですね、小浦に帰ってくるわけですけれども、実際音吉のお墓がですね、小浦にあります。またね、そういう機会があれば行っていただければと思うんですけれども、この無二年打ち払い令のためにですね、その日本人に、日本人を返しに来たモリソン号まで追い払ってしまうということで、国内はですね、もう開国ということがこうすぐ目の前まで、まあ、蘭学者たちはそういうことを、もう目の前までやらなければいけないことだという認識に変わっていくわけですね。で、さらにそういう中に、ここに天保10年根のお内密申し上げ候風説書きというのをですね、実は江川が手に入れます。天保11年のお内密申し上げ候風説書きって何でしょうかっていうことですね。で、これ実はですね、この天保11年何が起こってるかっていうと、中国香港にですね、アヘン戦争が起こって、そして、まあ、割譲するという事件があるわけですけれども、この風説書きっていうのはですね、毎年長崎にいるオランダ商館長カピタンといいますが、このカピタンがですね、毎年江戸に、外国の様子を伝えなければいけないという義務がありまして、その義務にのっとってこれを江戸幕府に届けたもの
ですね、その一部をこう書き取って江川が情報を得たということになります。そしてもう一方ではですね、江川は、これ外国事情書というふうに書いてありますが、幕府にですね外国の様子を伝えなければいけないということで、渡辺崋山という人にですね、外国事情書を書かせますというか書いてもらうんですね。同じ蘭学者の仲間で、書いてもらいます。でこの中にですね、ちょっと書いてるんですが、ちょっと最近ねロシアの問題がいろいろと、困ったことになってるわけですが、このロシアは北の、北のまた北なる国にござ候なんて書いてありまして、ロシアの情勢とかですね、それから、ここのところにですね大河を、作詞開発を通すっていうふうに書いてあるんですが、これ何かっていうと、これスエズ運河の開通を言ってるんですね。そして産物を、考え交易をしてる、もう貿易をしてるんだっていうことを書いています。 でもねこれはあまりにも過激な文章だっていうことで、秀達はですね最終的には、自分の手で書き直します。実はですね江川秀達の、政治的な、敵対関係にある鳥居要造という人がいるんですが、初めはですね鳥居要造は外国事情書ができるのはとっても楽しみにしてるとか書いてるんですね。それなのに晩舎の奥というので、糾弾をするわけですが、外国事情申し上げ候を書きつけということで、ここに性控えという書いてありまして、そして江川秀達自身がですね江川太郎左衛門という名前でこれを幕府安倍政宏に届けます。あ、ごめんなさい、安倍政宏は水野忠邦ですね、まだ安倍政宏の時代ではないで、でさっきちょっと読んだところで貿易っていうことがお話をさしましたけれども、これ寄港してですね器物を、器物などを制し諸国交易などの利潤を持ってというふうにして、実は、ヨーロッパの国々アメリカも含めてですけれども、お米が取れない貧しい国で、そういう国々は何をするかっていうと、こうやってですね器物を制作して、で外国と貿易をして、お金を儲けるしか方法がないんだっていうことを幕府に説明をするわけですね。で、そういう中で、もう一つ、秀達はですねそういう事情を考えながらも、外国が迫ってきているということで、お供え場の儀申し上げ、ごめんなさい、伊豆の国お供え場の儀につき存じつき申し上げ候を書きつけというですね、建議書を幕府に提出します。でこの中で、伊豆半島の、これここにですね下田須崎伊浜柏久保韮山などこう書いてある、内容なんですが、これ実はですねここに、お供え場を作ったらどうかっていうのを、これは実は松平定信がですね伊豆に巡検にした時の様子をこう書いてるんですが、これではダメだって実は言ってるんですね。それで、もっと軍船を作ってですね、そして下田を守れというふうに言っています。でその軍船を大きな軍船を作りたい、でこれを作んなければ日本はですねもう負けてしまうんだっていうことと、それから家宝、玉薬などをに至るまで、っていうふうにして、こういうものも自分たちで作んなければいけないということをこれで提案をしていまして、でそのきっかけになったのがですねマリナー号事件というのがありまして、嘉永2年という年なんですけれども、この嘉永2年にですねマリナー号事件というのがあります。ペリーが日本に来る4年前ですね、この時にですねイギリス船がですね下田にやってきます。そして下田のですね下田湾の中を測量するんですね。
その測量をするので幕府は当時無二年打ち払い令なので、その下田湾からイギリス船を大半させろということを命令するしてくるわけですけれども、下田を守っている下田奉行ではとても手に負えないということで江川が行くことになったんですね。でその時に着ていったこれ袴です、野袴です。こんな姿、これ野袴ですので小さいんですけれどもね、江川秀達自身は身長が180センチあったという、当時日本人の平均身長がですね152センチぐらいだったんですが、かなり大きな男ですね。でヨーロッパ人も180ぐらいだから負けず劣らずの身長で、そして声もですね朗々として、そして自分はこの土地を治める代官であるということを示してですね、そして大半させたということ、そういう事件がありました。でそういうこともあって日本をなんとか海から守らなければということを考えたわけですね。でそういう中で、韮山塾を開校するということになります。はい。で韮山塾を開校するに至る経過を少しお話をさせていただきます。ここにですねなんか難しい字が書いてあります。これ読めますかね。ここに畑崎かなえという名前が書いてあるんですね。いきなりこう書いてもちょっと大きくしてですね、隅の方に寄ってるから分かりにくいですよね。畑崎は読めると思うんですが、かなえという字がとても難しいですね。かなえっていうのは定段とかってよく言いますね。定という字を書きますね。でこれ何の手紙かっていうとですね、秀達、これが太郎左衛門って秀達ですけれども、秀達がですね、畑崎かなえに手紙を送りました。で高島秋帆の門人になるように頼んでくれというふうにお願いをしたんですね。それは畑崎かなえがどういう人物かっていうことを少しお話しさせてもらいます。で畑崎かなえはですね、シーボルトの駒使いをしていました。実は、畑崎かなえはですね、なぜシーボルトの駒使いになるかっていうとですね、本当は、というかオランダ語の勉強したい、それとオランダ語の勉強して大きな船を作りたいっていう野望があったんですね。でそのためにはシーボルトの駒使いちょうど募集をしてたので、駒使いになるのが一番だと思ってですね、駒使いになってオランダ語の勉強を一生懸命します。でそうこうしているうちにですね、実は長崎の商人が畑崎かなえがですね、とても賢い人だからうちの婿に欲しいって言い出したんですね。で畑崎かなえはそうすると夢が破れてしまうので、これはたまらないということで逃げ出しちゃうんですね。長崎を出奔します。出奔っていうのはですね大きな罪になるんですね。でそれで、初めに大阪に行きオランダ語を教えるんですが、そこではですねあんまり成果がなかったんですね。そして江戸に出てきて、そして水戸藩に雇われるんですね。で水戸藩では大きな船を作りたいっていう希望があったので、それで畑崎かなえの意見と一致して水戸藩に雇われるんですね。そして水戸の成明が、あ、成明じゃないですね、これは島津成明ですね、水戸の成明ですね、成明がですね畑崎かなえに大きな船を作るために長崎に行って勉強してこいって命令をした。その命令を受けて出かけていく途中で三島に立ち寄るんですね。で三島に立ち寄った時に、畑崎かなえに江川秀達が、手紙を、渡してほしいということでお願いをする、その手紙なんですね。で、ところがですね畑崎かなえは、長崎へ行って行くっていうことはとんでもないことですね。これ出奔してるわけですからね。で長崎って捕まっちゃうんですよ。本人はですね、長崎行ったら大きな船を作れる勉強ができる、もうそれ一心で出かけてったわけですね。でそういう中で実は自分の夢は破れてしまうということになりますね。で、そういう中でですね、秀達はですね
先ほどの、ごめんなさい、万社の極というのが起こります。万社の極というのはですね、オランダ語を勉強している蘭学者たちが少子会という団体を作ります。その少子会という団体はですね、もともとは天保の飢饉をどうやって抜け出せるかっていうものを考えた団体なんですけれども、それがいつの間にかですね、オランダ語を勉強する団体になり、蘭学者たちが集まる団体になっていく。でそういう中で渡辺崋山たち、または高野長英とかですね、こういう人たちが開国を唱えるようになるんですね。でそういうことで、先ほど少しお話をした鳥居養蔵、そういうもともとのですね、江戸幕府の儒学者たちの中心の人たちは、オランダ語を勉強するなんてとんでもないということで言いがかりをつけてですね、そして高野長英や渡辺崋山を、捕まえてしまうんですね。江川文庫の中にはですね、渡辺崋山の手紙がたくさんあるんですけれども、その中にですね、実は万社の極のきっかけになった新紀論という本を書くんですけれども、渡辺崋山の家に家宅捜査が入ってですね、で新紀論の原稿、くず籠に入ってた原稿を見つかってしまうんですね。でそれも取られてしまったっていう手紙をですね、ここに送ってくるんです。そして秀達、こう気をつけてくださいっていう手紙があるんですが、それをねちょっとここへ出すにはあまりにもっていうか、あまりにもって言っちゃいけないんですけど、渡辺崋山ってですね、字がですねとってもうまくて読めないんですよ。何言ってるか分かりますよね。ここへ出してもね、何そこどこに書いてあるのみたいな、そういう字なのでちょっと出すのをやめたんですけれど、またいつかね、そんな機会、絵画展で、展示をして見てもらえればなというふうに思うんですが、そんなことがありましてですね、秀達にですね、気をつけろっていう手紙が来るぐらいの状況、緊迫した状況だったんですね。でそういう中で秀達も当然少子会のメンバーですから処罰を受けなければいけないわけですが、処罰を受けずに鉄砲型の御用免御免ということでですね、単なる勘定奉行支配に変わってしまうということでですね、こういう達しが来てしまったんですね。ですので、当時ですね、役がないんですよ。江川はですね、秀達は給料が年間で150票しかもらえないんですね。であとは150票っていうのはですね、江川家、大体ですね、家来が30人以上いるんですね。その人たちの給料も全部そこで出すんですね。そうするとバックから出るやつもあるんですけれどもね、江川家がよくありますね、国会議員でも公設秘書と私設秘書っていうのがありますが、公設秘書っていうのは国が出してくれますね。で私設秘書っていうのは自分が出さなきゃいけないですね。そのだから、当時ですね、手付けというのがありまして、家来のうちの手付けっていうのはバックがお金出してくれるんですね。で手代というのはですね、江川がお金出さなければいけないんです。給料出さなければいけないんですね。でそれらも150票から賄わなければいけない。そういう中で、どうやってやるかっていうと、今まで役職がいろいろついてきて、そして足し高というのが増えるあるんですね。その足し高で生活をする、給料払えるんですけれども、それがなくなってしまうということで、大変な状況になっていくわけですね。でそういう中で高島流法術に入門することになります。で高島流法術というのを少しお話し説明をさせていただきますが、これ天保12年、1841年です。で、ちょっとごめんなさい、先にこっちで説明した方がいいですね。ここに法術御用止めというふうに書いてありますが、高島秀藩という人がいまして、高島秀藩というのはですね、長崎の、調べ役という役割を持っています。これは何をするかというとですね、貿易、先ほど、少しお話ししました長崎はですね、日本で唯一の
まあ、貿易の窓口になっているところですね。そこで、貿易をやりますけれども、その時の、まあ、関税調査官みたいな仕事って言ったらいいですかね。そして外国からいろんなものを取り寄せます。そして日本はですね、もう遅れてるから大砲を取り寄せて、そして、日本が新しい近代的な軍隊制度を作らなければいけないということで、九州ではすでに、高島流砲術を始めてるんですね。そういう中で先ほども畑崎かなえを通じて、そこに入りたいという願望を持っていました。で、秀達はですね、それを通じて外国書をたくさん手に入れます。そして、なんかよくわからないんですよね、カタカナばっかで。でもここは火薬、製造火薬、製、ここなんか黒くてわかんないね。でも、あ、消したんですよ、これ。火薬製造ですね、というようなこととかですね。ここにも火薬製造所なんて書いてありますよね。こういうようなものをここで手を入れる、手に入れるんですね。ここはサハルトなんて書いてあるの、これは実はお台場の元になるやつですね。こんな本を手に入れる。そして、ついにですね、高島秋帆は徳丸ヶ原、江戸の徳丸ヶ原というところで、軍隊制度の実現をすることになります。で、そこにですね、参加をしていくのが、さっき出てきた斎藤弥九郎、当時様之助とも言ってるんですけれども、まあ、斎藤弥九郎、それから、柏木宗三、これは後に、足柄県令になる人ですね。それから山戸熊蔵、岡田番蔵、斎藤三九郎、岩島千吉、など、ここに秋山米蔵、大原俊氏、これ実は江川のですね、ずっと古くからの家来なんですね。こういう人たちが参加をして、そして高島流砲術を身につけてきます。そして申し渡しが来ます。申し渡し、代官江川太郎左衛門、民意は高島四郎代、これが高島秋帆のことですが、砲術伝授受受け候用を申し渡すべくって書いてありますね。ですので幕府、これ水野忠邦からですね、砲術の、伝授をしていいよということで申し渡しを受けます。それが、天保13年の7月ですね。そして最初に入ってきた人が、あ、これが、あ、ごめんなさい、あの秀達は高島秋帆に、これが高島流砲術の流砲について固く守りますという誓紙を書いて、そしてこの韮山塾を開きます。で、最初に入ってきた人、まあ、こんな様子できっと勉強してたんだろうと思うんですが、最初に入ってきた人が佐久間修理、この人、まあ、佐久間昭山とか佐久間象山とか言ってるんですが、で9月7日ですね、この人が最初に入ってきた人になります。つまり9月7日に韮山塾が始まったというふうに言えばいいかなということでですね、今年韮山塾が始まって180年になります。ですので、ちょっと9月7日にですね、イベントをやりたいなと思っているところですけどね、韮山塾が始まって180年経ちましたっていうイベントをちょっと考えています。で、そういう中でですね、実は、何をやったかっていうと、これは実はですね、江川邸に展示をしてますが、これペリーが持ってきたボートホイッスルの台車なんですね。で、これは高島秋帆が、の砲術を伝えるために大砲を作る研究をします。その研究のために借り受けたものですね。江戸幕府が崩壊してしまって、これが江川に残ってしまったので、今に残ってるわけですね。こんなふうに、大砲の、撃つ勉強をします、訓練をしますって言った方がいいですね。そして、これはモルチール砲と言いますが、ここに模様が書いてありますね。この模様が書いてあるの、これ実は高島秋帆が輸入したものなんですね。で、それでも実践の訓練をするんですね。で、これがそうである、あ、そして、あ、ごめんなさい、
あ、いいですね。で、そしてここ韮山でですね、大砲を作ります。当時は青銅砲ですね。青銅砲を作るんですね。この3つの炉でですね、この合金を作るんですが、銅と錫の合金ですね、これを鋳型に流して、そして大砲を作り上げるんですね。で、その作った場所がどこかっていうことで、ここが江川邸の母屋です。そして、ここの母屋の上にですね、ここにちょっと小高い、こうちょっと、家が建ったりしてますが、ここの辺りですね、あ、ここ、この辺りで、実は大砲を作ったんですね。この辺りっていうのはですね、今ここもちょっとオクラがあるんですが、このオクラ、今江川邸にあるオクラではないんですけれども、ここにオクラがあり、今現在も並んでいます。そのオクラの裏に、少し高台になっている場所があります。そこで作ったんですね。なぜこんなところで作ったかっていうと、ここに空いてる広いところがあるじゃないかっていうんですが、ここのところ実はですね、1メートルも掘ると水が湧いてしまうんで、鋳型を置けないっていうんですね。それでこの高いところに作ったわけですね。でも高いところは逆にいいんですね。材料を上げるのは楽ですけれども、作り上げたものは大きなものですから、これ滑り落とすだけで済むわけですね。ですので、まあこうしてですね、作りました。それからこれ韮山塾で、これ片岡京介という人がですね、連発銃を考えるんですね。でも残念ながらこれ暴発してしまって、うまくいかなかったみたいですね。で、この韮山反射炉行きますとですね、この真ん中のはですね、新しく置いたレプリカなんですけど、このここにあるものとここにあるものですね、これがさっきのモルチル砲といいますが、横から見るとこういうものですね。このモルチル砲をここで作ったんですね。で、よく見るとここのところ、こういうふうに線が入ってますね。ここも線が入ってますね。これ鋳型で作ってるので、こうやって組み立てくっつけていくんですね。っていうので、青銅砲だったらこれでできるんですが、鉄砲はこうはいかないんですね。で、こんなふうにして、また韮山塾では、先ほども言いましたけれども、これは、高島秋帆からやっぱり借り受けた、ホイッスル砲というのをこう打つところですね。これこういう、トンキョ棒って言いますが、こういう、ヘルメットをしないと、もうすごいとてつもない音がして鼓膜も破れちゃいますよね。ですので、まあ、こんな装備をしてやってるわけですね。これもそうですね、銃を撃つ練習ですね。そして、先ほどの、当時ゲベル銃というのが中心だったんですが、ゲベル銃というのはですね、ライフルを切ってないんですね。ライフルっていうのはですね、銃の中に螺旋を切ってですね、回転をかけるんですね。回転をかけないと、野球でもやってますよね、ナックルボールとかいろいろ、どこへ飛んでいくかわからない、急に変化する、そういう、球になるわけですね。そういう球をこう打つ練習をするわけですね。で、この見事に真ん中を射止めてる人がいますね。こういうふうにして、これまぐれじゃないんですよね。ちゃんとこう練習して打てるようになるんですね。で、これ出したのはそれと同時に韮山塾に来た人たち、これ松代藩、松代藩っていうのは、佐久間正山のところですね。で、遠いところだとこう松前から来てるんですね。これさっきロシアの話をしましたけれども、ロシアからの脅威が迫ってますので、まあ、ロシアのそういうところからも来てるんですね。それからこれは家来たちが撃ったものですね。で、ここに最後にですね、矢田部慶雲っていう人がいます。で、この人ですね、実は江川の台所手来といいまして、秀達のポケットマネーで雇った人なんですね。で、この人何をするかっていうと、外国語をオランダ語を翻訳する役割として雇った人なんですね。で、もう一つは山に狩りに行きます。今も、自衛隊とかですね、軍事訓練で山に入りますよね。それと同じようなことをやってるわけですね。
そしてこんなふうにして鹿を追い出して、そしてここで銃を構えて撃つと、まあ、こんなふうなこともやりました。そしてこんな姿で出かけていきますね。はい、でもう一つはですね、その狩りでパンを持っていくんですね。ここにパンの方、パンの作り方で西洋人兵糧って書いてありますね。でパンが非常に有効だっていうことで、実はですね、この年4月12日に初めてパンを焼いたっていうことで、昭和27年にですね、全国のパン協会が江川秀達をパン祖というふうにして、称号をくれたんですが、4月12日、毎年4月12日はパンの記念日ということになっています。で、これの通りにですね、まあ、パンを焼くとできるよということで、4月12日近くの日曜日で江川邸ではですね、まあ、パンフェスタというのをやっています。今年は4月10日、これがもう流れてるでしょうかね。もしよければ足を運んでください。こんなふうにしてパンの再現をしています。これ鉄鍋でですね、パンを焼くんですけれども、これ実はですね、川越の焼き芋鍋と同じ大きさなんですね。この鉄鍋はですね、重要文化財なので、ここで焼くわけにはいかないので、実は川越からこれ取り寄せた鍋です。でこれで焼いていますね。であの製法書通りに実はパンを焼いています。大勢見てくれていてありがたいなと思うんですけどね、まあ、こんなふうにしてパンを焼きました。で、もう一つ塾の勉強です。でその先ほどの塾の勉強は何をするかっていうと、ここに書いてある国家のためになる勉強をするわけですね。これ幕府を守ると言いつつ、幕府イコール国家なんですね。当時は考え方としてですね、これ塾の規則を書いた本なんですけれども、国家のために勉強をする。それからもう一つはですね、これがさっき一番最初に詩をちょっと出したんですけれども、詩の秀達がですね、詩を朗読するんですね。そしてその詩を聞くこと、これが非常に重要だっていうことを言ってるんですね。だから実は軍事訓練とか隊を作るだけではなくて、実はですね、その詩を読み聞かせをするんです。で 何が必要かっていうと、詩を聞くことはこれ文章を書くこととても有益なんだっていうことを言ってるんですね。要するに詩を聞いて理解をすること、これがとても大事なんだっていうことを言ってます。そして、先ほど矢田部慶雲の話をしましたが、矢田部慶雲はですね、号令の言葉を翻訳します。正体前へ進め、止まれ、下がれというような、こういう、簡単な言葉をですね、訳出しますね。でこれ、高島秋帆はですね、実はオランダ語でやれっていうふうに言ってたんですね。日本語にしちゃいけないって言ってたんですけれども、しかしですね、日本人でオランダ語でやらされたって、なんか犬がお手とかですね言われると同じようなもんですよね。ですのでそれじゃとてもダメだということでですね、日本語に翻訳しろということで日本語に翻訳をしました。これ実は幕府が命令をしてくるんですね。全国に、だから全国の人を時々うちにもそういう翻訳した人いますよみたいな話をするんですけれども、実はですね、これ幕府が全国に命令をするんですね。でそういう中で江川秀達の元にいた矢田部慶雲がこの訳したやつが今使われるようになったということですね。そしてどんな人がやってきたかということですが、ここにですね、大山康介、それから黒田良介というふうに書いてありますが、これどうに家来って書いてるか分かんないんですけども、これ薩摩からやってくるんですね。鹿児島藩士です。大山康介は後に陸軍大臣になった、大山巌です。これは2代目の総理大臣になった黒田清隆ですね。これ二代目ではなくて、これは江戸の塾なんですけれども、ここに入ってきて、そして免許改伝で退塾というふうになっています。免許相済み、そして退塾ということで、まあ、勉強して帰っていくということになるんです。
ですね。で、韮山塾では、韮山では280人、そして、江戸も含めると、4000人以上の人たちがここから巣立っていったということになります。はい、では、続きまして、反射炉の建造計画という話をさせていただきます。はい、と言いながらいきなりこんなのが出ました。はい、先ほど言いましたけれども、よく似てるでしょ、これ青銅壺を作る時の、これ古式と言いますが、この形をですね、ですのでこれ古式炉というふうに言うんですね。初めて聞く方はですね、これは古い形の炉じゃないかって古式っていうふうに思ってしまう方もいるかもしれませんが、この炉のことを古式というんですね。で、この中に実は鉄の塊を入れてっていうのを初め考えたんですね。ですここに壁がありまして、この壁での裏で何をするかっていうと、こう一生懸命ですね、足で踏み子ですね、踏み子を踏んでですね、そして風を送るんですよ。で、風を送ってですね、そして高熱を得る。これ鉄はですね、1300度以上ないと溶けないんですね。この高熱を得るために一生懸命これ踏むんです。バランス崩すから、これぶら下がってバランス取りながら踏むわけですね。これ大変なことですよね。だから交代しながら人力でやります。日本ではこういうやり方をしてたんですね。で、それで、鉄の研究をして、そしてこれは秀達が初めて大慶直胤に教えてもらって刀を作りました。大慶直胤という人はですね、当時日本では一流の刀鍛冶なんですね。で大慶直胤と一緒に、鉄の研究をします。で、大慶直胤から手紙をもらいました。で、その日本では砂鉄から作る鉄、要するにこれ鍛造というんですね。次書きましたかね、書いてないな。これ鍛造というんですけれども、この鍛造をしたものはですね、小さなもので叩いていくから、小さなものは刀ぐらいまでだったらできるんですね。または鍋釜はできるんですが、大砲はできないんですね。それで、大きな大砲を作るには、または鉄砲を作るには、砂鉄から作られる鉄を、ヨーロッパ式の南蛮塚というんですが、その南蛮塚になるように工夫ができたら日本の御ためになる、だからぜひ秀達に工夫をしてもらいたいということを手紙で送ってきます。で、最後にですね、この手紙の中にですね、鉄を入れたらどうかっていうようなことを書いてあって、鉄じゃない、最後に塩を入れたらどうかっていう書いてあるんですね。で、鉄の研究やってる人に塩を入れたらどうかって言われ書いてあるんだけど、それはありえないでしょう、石灰ならいいけどねって言われましたけどね。大慶直胤は直胤なりにきっと考えたんでしょうね。はい、で、これがですね、当時ヨーロッパから、手に入れた本の一部ですが、反射炉の絵になりますね。大慶直胤の勉強はともかくとして、蘭学の勉強をします。これは来公立研究所にある大砲製造のに関する研究という本がありまして、で、この本をもとにして佐賀藩と一緒に鉄の研究を始め、反射炉の研究を始めるんですね。で、実はこの絵ですね、実は欠陥品なんですよ。何が欠陥品かというとですね、ここがまっすぐになってるんですね。で、平らだとこれ溶けた鉄は流れないんですよね。ですからこれはもっと前の段階の本なんですね。で、この鉄が流れないんで、その次から出されるのはこれ斜めになるんですよ。だから最初に出されるのはこれで平らなんですね。でもそれを乗り越えて、反射炉ができていくわけですね。ということで、で、こういう、大砲の作り方がこう図示されていって、で、これができるわけですね。これはモルチール砲といいます。これは江川家の、方に展示をしている模型になるんですけれども、
これはホイッスル砲ですね、野戦砲というふうに言いまして、当時この板の上でないとダメなんですよね。でこの台車も作ります。はい、ということで、ペリーがやってきます。でペリーがやってきて反射炉も作り、そして急遽お台場も作らなければいけないということになりますね。で先ほどですね、反射炉の研究を始めたんですが、ペリーがやってきたのは嘉永6年、1854年になるんですが、その3年前、嘉永3年の4月17日に八田兵助と、それから、これ行部って書いてありますが、長谷川行部という人ですね、この人2人はですね、実は制動砲を作る研究をしてるんですね。でその2人がですね、梨本の、この伊豆の中央に、東西に、立っている天城連山というのがあるんですが、その天城連山の南に梨本というところがあります。で梨本というところにですね、陶器窯、焼き物をやっている窯を、お茶碗を焼いている窯を見つけるんですね。でその見つけるということはないんですね、これあるのを調査行くんですね。というのは湯河野というところですでにですね、湯河野の人がですね、梨本でお茶碗を焼いているのを承知していますの で調査に行き、でここにですね、実はこれさっき見てもらった反射炉の絵ですね、反射炉の絵が描かれているんですよ。ということは嘉永3年にはですね、もうこれ反射炉のためにここに調査に行っているということがここで分かるわけですね。でこれが煙突で、ここが燃焼炉になるわけですが、でこれ煙突をこう考えているわけですね。先ほど不意語で一生懸命踏んで風を起こさなきゃいけない、ところがですね、反射炉は煙突で自然に風が通って、これ風が送られるんですよ。ということは、こっちの方は上り窯なんですが、煙突ではなくて風が通ってくるんですけども、上り窯ですね。ところがこれ煙突なんですね。ということは、じゃあ反射炉のすごいところは煙突なんですね。これ誰も言ってないんですが、日本で最初に作られた煙突じゃないかなって思ってるんですね。で最初にですね、この下田に作ろうとしたんですね。下田は立地が非常に良くてですね、下田はですね、お台場に設置するためにはすぐに行けますので、下田に作ろうとしたんですが、ここにもうペリーの、艦隊が下田に入ってきて見つかってしまうので、急行韮山に移すということになってですね、ここは途中まで作ったんですがやめました。どこかな、ここに反射炉って書いてありますね。反射炉を作る予定地だったんです。そして水車を置いて切り台を置いてみたいなことで、もう全部地面の設計図まで作ったんですけどね、それができなかったんですね。そして韮山に移ってきて、さっきのものを韮山に移しました。ここに今度反射炉を置いて、そしてここが井台になりますね。こことここで溶かしたやつがここに出てくるということになるわけですね。で、ということで、韮山で反射炉を作ったんですね。で先ほど言ったこれ100分の1の模型図、さっき、八田兵助と長谷川行部が描いた絵とそっくりですよね。でここのところはもう斜めになってますよね。でいうふうに解決をして、そして、鉄路ができていくということになりますね。あ、で反射炉を少し言わなければいけないんですが、皆さんですね、溶鉱炉というふうに思っている方が多いんですけれども、反射炉は溶鉱炉ではないんですね。溶解炉なんですね。鉄鉱石を溶かす炉ではないんですね。もうすでに、鉄の塊になっているのを溶かして、そして製品を作る、溶解をする炉なんですね。そして、試し打ちをします。ここにですね、どこで試し打ちをしたか
ということになるんですけれども、これいつのものかちょっと残念ながら分かんないんですが、中村大の馬の谷っていうふうに書いてありまして、まあ、ここで、馬の背というふうに、ごめんなさい、馬の背というふうに書いてありまして、中村というところはですね、これが反射炉ができた場所なんですね。そこの馬の背というところで、3丁も5丁も場所が取れるの でここで、打つ練習をしようということなんですね。ちょうどですね、二代目反射炉に向かっていくと、江川邸から二代目反射炉に向かっていって道路真正面がですね、ちょっと高くて本当に馬の背のように見える場所があるんですね。おそらくそこで打ったんじゃないかなというふうに思っています。今住宅地になってるんですけれども、まあ、そんなふうに、な場所ですね。それから品川台場を作ります。これは江戸城を守るためのものですね。品川台場を作ることになりました。当時ですね、11基プラス、ここに、御殿山下というところにもう1基で12基作る予定だったんですが、これをですね、お金の関係で6基しか作れなかったということと、まあ、工期が間に合わないということで、まあ、6基しか作れないということですね。そして試し打ちをします。試し打ち、でもね、試し打ちをするんですが、あんまり試し打ちをするなって命令が出るんですよ。なぜそんなことをするかという、あの命令が出るかというとですね、大砲が壊れちゃっていうことを書いてあるんですね。ですので試し打ちをあんまりやるなって書いてありますが、まあこれ今打ってるのは鳥取藩らしいんですね。ということで、まあ、試し打ちをします。はい。で現在のお台場ですね、これが第3台場で、これが第6台場です。でここにとってのレインボービーチですね。でここにですね、パシフィックホテルっていうホテルがありましてですね、で私はそこの上に登って撮らせてもらったんですね。でなんかね、すごい場所ですね。というか屋上に上がってですね、ヘリポートになってて、さらにその先行くんですけれども、支配人がですね、その先行ったら命の保証しないよっていうところまで行ってですね、それで撮ったのがこの写真なんですね。でも後で考えたら、もっといい場所があったんですよ。実はここなんですね。これ東京湾ですね。でここに第3台場と第6台場がありますね。この方が海の中にある浮島のように見えますよね。こんないい場所があるなんて分かんなかったなっていうことなんですが、この場所どこかっていうとですね、実は東京タワーなんですね。東京タワーの展望台から撮ったんですよ。ですのでここに皆さんね、最近東京タワーよりも、もっと大きなスカイツリー行ってしまうと思うんですが、東京タワーに行ってぜひね、お台場の方を見ていただけるといいなというふうに思います。さて、そして、韮山反射炉はこんな姿になってるんですが、ここにパイプが見えますね。これ明治5年に撮った写真なんですけど、パイプが見えます。これでタールを作るんですね。でタールは何をするかというと、大砲が錆びないように塗ります。それから、当時ヘダンオというのを作りますが、その、まあ、ヘダンオの話はここできないんですけども、あの船の防腐剤に使うんですね。ということで、まあ、タールを取る。それからこれ、まあ、副産物なんですが、実はこの、反射炉での燃料にするコークスを取るんですね。という、あ、燃料じゃないですね、あの炭素を取るための、一緒に持つための燃料ですね。それコークスを取るための施設になります。はい。でまとめに、させていただきます。3月8日はちょうど100年目にあたる、大正11年に指定を受けた反射炉になります。実は建造物で、史跡指定というのは唯一なんですね。はい。でこれが、当時の韮山反射炉です。さっき、三角の偉大って言ったところがここになりますね。そして、昭和じゃない、明治42年に、陸軍省が買い上げてですね、反射炉を公園にしようということになったわけですね。で
当時の寺内陸軍大臣が視察にやってきます。でこれになるためには、実はこの地域の人たちが、検証会というのを作ってですね、そして破山者の保存運動をするんですね。そしてこうやって残ってきました。そしてこれが現在の反射炉です、ここのところにですね白くなっています、この白くなっているのは何かっていうとですね、それは 当時のままじゃないんですね。これ、今年、昨年あごめんなさい昨年ですね、令和3年に反射炉の改修工事をやりました。そして漆喰、もともと漆喰だったということがあります。漆喰を塗ってあったということがあり、一部漆喰をこうやってみたんですね。そしてこれがどんなふうに残っていくかっていう実験をするためのまあレイヤーの大修理をした後の反射炉になります。その前に平成の大修理をやって、で今回は令和の大修理をやりました。ちょうど石器時代の180年に今年なるということでですね、こんなふうにして反射炉を作りました。そして最後に秀達の話をして終わりにしたいと思います。秀達の花押はこれは興味の興という字を崩しているんですね。でこの花押を考えた人は秀武というお父さんです。秀達は次男と言いながらいろんなものに興味をきっと持ってたんでしょうね。でそれで、秀達はこの字がいいんじゃないかということで興味の興という字を与えました。でそういう中でいろんな勉強をしていくわけですけれども、でそういう中でお母さんはですね、秀達の才能がちょっと心配ということで、お前の才能はよくあるのはよくわかる、でも若い人はその才能を十分発揮していいんだけれども、もう少し落ち着いて物事を考えなさい、耐え忍ぶことも大変大事なんだということで忍という字を秀達に与えます。そしてこの忍を生涯懐に入れて生活をしていたというのが秀達ですね。そしてもう一つ、これは、論語の中の学字という中に書かれている一節なんですが、元立ちて道生ずという、言葉、これもとても大切にしてましたね。物事の本質が分からなければその先の行く道は開けていかないんだということを、まあ、言ってるものなんですけれども、まあ、これはですね秀達がとても大事にしていた言葉ですね。そしてここのところに、ハンコがありまして、秀達は龍というのは字がとっても好きなんですね。で龍というハンコをよく使ってました。でハンコの話のついでにもう一つ、こんなふうにハンコいっぱい作ってるんですが、この龍ですね、でこの中にないハンコでですね、実はこんなハンコがあるんですね。これいささか我楽しみを得たりというふうに書いているハンコですけれども、要するに秀達はこんなに忙しい、いろんなことをやり遂げました。今日紹介しきれなかったことをいっぱいやってます。今日は反射炉だけのことに特化してお話をさせてもらいましたが、実はこういう中でですね、絵を描いたり書を描いたりすることが実はちょっとした息抜きになっていた。でこういうところで気分転換をしながらいろんな活動ができたということが秀達だったと思います。残念ながらですね、満53歳、数えて55歳という若さで亡くなってしまいました。もっとですね長生きをしていたらきっと、江戸時代が変わってただろうというふうに思いますけれども、現在ですねいろんな社会の中で、国際社会の中でも日本の中でもいろんな動きがあり心配なことがたくさんあります。もし秀達がこの中で生きていたらどんなふうにしてこの社会のことを考え、で自分たちはどんな行動ができるだろうかということが秀達が教えてくれていることじゃないかなというふうに思っているところなんですね。はい、まあ、最後に、こんな、ハンコを見ていただいてお話を閉じたいと思います。本日はありがとうございました。